ハロー、こんにちは。 T1VS FOX セカンドゲーム来ました。これはポーズされてないらしい。동시에보면저챔피언들이아닐때분명히좀흔들리는모습도나오기때문에이런집중견제가들어가는거기도하거든요일단바로스폭스브루사야도선택조합쪽에 POS 가좀더공을들여야될것같습니다그렇습니다게임2와무관객야됐다바로스를먼저가져갔기때문에 뭐가나오든좀자신감은있어보이죠마지대고래どうにもできないらしいからな今ディードスどうなるんだろうね。얘는구전전승입니다딴혹은연승이어가는픽들이많아가지고네록가なんかプレミア公開するらしいな。자신감있게먹는것같아요그렇죠뭔가 T1이 칼리스타가져事前にプレイしてもらってその映像をライブで流すらしい。저희가예상하지못하는것들이나올가능성도있어서まあでもあんだけポーズするんだったらどうしようもないよな。뱀픽을해야한다는게 POX 에게들어가는바르스ファーストピック오리아나 카리스타これカリスターはね、いろんなサポートいけるからね、組み合わせ可能ですよ。ケイトリンとかもいけるしね。バルス、で、オリアナ、カリスタ、で、アジール、ノクターン。ノクターンを通じて、ちょっと、ドイツ혹은イニシ쪽을좀생각하는것같네요。ね。역시、QX의그런느낌。좋아하는스타일살아있습니다지난번두팀대결에서는오히려 T1 쪽이녹턴을사용했던걸로기억을하는데지금우선은최선을다해서또조합을끌어다는상황이카산테이제뭔가좀내성이있는녹턴아이테일토끼카타크네도나키트이요네사이도오시토끼아부나이카라で T1 はやっぱスプリット系のキャラと合わされるとノクターンってすごいだるいんで、최대한쓰기편한환경을만들어주겠다는거고요마지막배는요진짜혹시 T1 이또서포픽을마지막으로내리면서상대바텀조합을다본상태에서우디아또 DF 방본인들이생각하는상대바텀조합의카운터이런걸과감하게시행할수있는가능성이있다보니까좀더뱀픽이복잡해지는것같네요여기까지와서도마지막은바이였습니다또레나드또바이반ですか바이의평가高いね오리아나바이의콤보가怖いのかな리신 T1 리신で勝ってるイメージはあまりない。が、ここ最近メタに上がってきてる。なんかエンゲージがうまいからね、オーナー。オーナーがエンゲージキャラ使うといい。うまくいくイメージある。さっきベーゴ良かったけど。あ、물론、저ザルバン위치는、소위콩자반、그서쪽으로갈가능성도、뭐、아예없진않아요。あ、그것도있죠。저도딱보자마자。ジャーバン。ジャーバンオリアナ。ここにランブル添えたら去年のエグゾディアだよ。魔王界サポ。POX는과감하게여는서포터픽을좋아하니까남아있는노틸라칸없는상태라면그런마오카이같은챔피언도이니시그리고마오카이약간라인전이약한부분이있는데그런걸바로스가메꿀수있으니까요일리가있죠그리고탑에서크상태를그래도시간지났을때눌러주는픽중에나르가있긴하거든요또그뒤를봐주는사이드쪽에녹턴도있어서이건자신감에따라충분히기용될수는있다고보는데네데이터상은영승2패입니다만클리어자크탑그렇죠ゼウスも1回使ったよね。こいつサステインがエグいんだよな。ナーフは決まってる 14.5 でベタ足だしね。オリアナも、まあ、カリスタも殴ってないとベタ足だし。おおボトムレーンぶっ壊すよって魔王界出してんじゃねえよと。정글자르반이렇게볼수있겠네요그러니까견제력을엄청올렸다라고생각하시면될것같습니다네이렇게카르마みたいな感じでフェイかフェイ本当連戦強いからねミッドレーンでもカルマも強いはずなんだけどそれ以上にフェイを好みますかボトムレーン破壊しますよっていうピックですね
連戦お得意のケリアがキャリーチャンプ使う。そうなるともうほんと10分とかでタワー行かれるからね。13分とかでセカンドティア行ったりもするし、ケイトリン・ラックスでボトムのタワー折って、トップのタワー折って、ミッドのタワープレート3枚折ってみたいな。2人しか殴ってないのに13枚取ったもんな、この前。12枚13枚、楽しみですね。ハロー、こんにちは。 T1VS FOX 始まりました。見どころはまあボトムレーンのケリアのフェイだよね。本当に連戦が強いキャラクター。一方マオカイは連戦は絶対弱いよな。だけど勝率 55% なんすよね、このチャンプ。 54% ぐらいか。サポートアイテムと相性いいらしいね。去年からマオカイサポート隠れ OP ではあったけど、連戦有利なのでここで待ち伏せする。まあ苗木投げられてるから場所分かってるね。ワードも壊したんだケリア。バルスも水星で連戦強めてはいるんだ。これマオカイが何ができるんだろうね。ギャンク合わせぐらいしかなくない？おい、ケリア53体使ってんのキャラクター。サポートってそんないるっけ？53体 LCK でレベル2パワースパイク。わーお、レベル2になったんでスキル入れに行く。これトラップでね CS 食いに行けないんだよね。あれ当たり判定強えからな。あのトラップね、マジでね吸い付く。でレベル3、あの3ウェーブで押し込む。いいね、ほらこれ吸い付くんだよ。これがマジでね強いんよな。トラップ系ってあんまさ敵の目の前で出しても当たんねえじゃん。ジンのトラップもそうだけど、気抜いてると当たるし、この QW もね気抜いてて当たるよね。でもケリアマナ全部使うね。普通フェイってレベル 2W 取るんですよ、 WE で。だけどレベル2パワースパイクも取ったし、 E を使ってプレッシャー与えていく。 WE で何かを殴るとマナ回復しますね。1、2、まあ、3回殴ったらマナはプラス。一応 W 起動するのもマナコストはあるし。バルス初手ロンソー3ポーションだったんだ。お、レードありがとうございます。イングレッシュヌーブさん、テンキュー、ね、あ、ヨムさんか、アザッス。ロンソ3ポーションでもやっぱフェイカリスタは耐えられないか。まあフェイがメインなんだけどね。トップは後出しでザックを選択。このチャンピオンね、スキルを敵のチャンピオンに当てたり、敵のチャンピオンじゃなくても何かしらに当てるとこうやってなんだブロブがスライム落ちてくるから、それ拾うとな回復するんよね。でその回復がえぐいし、トップレーンってあんま重傷強くないよね。特にタンクはブランブルベストなんだけど、重傷があれって敵のチャンピオンが通常攻撃で殴ってくれないと発動しないんで、ダックがただ通常攻撃を打たないで置けば回復フルでしちゃうから、ザックのこの回復を咎められないんよな。しかもザックの場合は AP だしね。マジックレジスト版の重傷ってないもん。6レベ이후에는좀토스각이나오는데지금당장은애매하고그러니까
しかもザックマナもねえしサステン強いから面の維持力が半端ねえ。T1 입장에서는사실기분나쁠게전혀없고본인들조합이생각했던초반설계대로가는거죠しかもザック軽く出るのよね。 W は確か割合ダメージだからかタンクアイテム行ってもすごい軽く出る。확실하게먹을준비를하고있습니다 T1フェイカーのアジール対オリアナ、これはねオリアナフェイカーマジで強えよ。いやー6になれなかったね。6になりながら行きたかったのかな、なんなら今のダッシュをしながら6になってウルトでパスしたかったらしいんだけど、フェイカー落ち着いている。俺もシャロル杯俺もやっといてもよかったか、連戦ついて大事だよ。뭐탑쪽이야서로반반에굳이따지면자크의약우세라고본다면미드바텀쪽의균형이これ入るぞ。入ったら確定で入るんよね。おお。EW えぐいね。おお。クラッシュに反応する。タワー下に持ってきてっていうワンチャンスだったんだけどね。でもフェイが今ちょっと前出すぎちゃった。これはデッドだ。反応は良かったんだけど、トレード有利取ろうとして、お、来ねえじゃんって、ノクターンいいんじゃねえのかよって思って、下がったんだけど、戻ってきてしまった。まあ、一回やられたけど、ボトムのマッチアップは変わらないですよね。まあ、一回フェイのフラッシュ取ったんで、いやでもノクターンウルトナイトな狙えねえしな。ノクターンのウルトが帰ってくるまでまた T1 がしばきそう。ノクターンのウルトが帰ってきたらさすがに T1 もタワー殴れないよね。ドレンお互いにサポートが寄る。キリアナ나왔다고하더라도분명히어렵죠뭐미드는지금20명의차이납니다한번클로저6렙될때한번퍼올렸어야되는건데거기서약간그ミッドのファームさんえぐいね。これフェイカーマジでこのマッチアップ得意だよね。アジールも連戦強いはずなんだけど、ウィアナマジで連戦強い。클로저와그리고뭐구매유체체력을많이뺐습니다각각이렇게공격이엇갈렸어요오집에가는사람오저런것도끊기면난리가나는건데그나마다행이네요맞습니다당장은포니해설이말씀하신대로마치전판에특패를말려도보통은렌폭스난또가나ってきたな지금1킬을먹긴했지만바텀이완벽하게풀린것도아닐뿐더러녹턴이해야카리스타코렉타이그노빌드これだ合ってるっけ굉장히고무적입니다헤나가구마유씨와화살녹턴우르토ありますよこれはウェーブロストなりそうね쓰면서아예딜교환용으로썼었는데자체적으로좀헤나선수가라인전해결잘했네요네그러니까자르반도부르고요지금예구마유지저피로아직집에안갔습니다근데제포이르약간맞대고있는데네장글을盗みに行く녹턴은나그리야とても強いぞ아라고래와도나르고로시키타いやーノクターンがちょっとあの HP なら殺せると思ったらしいけどノクターン Q を使ってからいっちゃったからね、ウルトプラスウルトのダメージしかなかったから入りきらんかったね。いやうまく T1 が誘い込んだなここな。ノクターン Q なかったんよね。
うわリプレイでなんだこれ、オーナーが狙われる、ケリアが助ける、アジールフラッシュウルト2人に決めるが、フェイカーもフリー、そしてフェイもウルトはぶち込んではあるので、 E1 が2キル取ります。 J4 やられたけど、결과적으로칼리스타가괴물이됐고바텀손해도거의없거든요그대로가면어이그미드계속어려운데여기서피해가더누적됩니다아이렇게잘맞히는데헤나가뒤로가지고는그목숨을가져갈수는없죠용도나오고요뭔가훨씬더타이밍상으로나숫자적으로위에있을때끊는게아니라티언도인원인배치가오히려더돼있는상태에서밑도의팜사도 ADC 의팜사에그이나アジール確かに辛いけど、ここまでの差は普通生まれないよね。フェイカーが強すぎる。아직칼리가칼리가없고궁도없고이럴때독턴지금어떻게든독턴은있어요예독턴카리스타울토와네이카라그타이밍을내라자반가기타자반울토네붙고무근데이거자반다메지다리나이죠한명으로끊어요카이타임이잘노렸어톱프では제우스가솔로킬을내라타와샤님오타와샤から持ってきてパッシブがあるからね、タワー下で殺してもキルには繋がりません。てかえぐくね、こんな回復すんのザックのパッシブって、まあ、壊してないからか。あれが문제인데아래쪽에서어쨌든방금은굉장히잘풀었습니다그러니까요한명도구마을치까지데려가지못한게아쉬울뿐파시브가나이상부터어떻게들어가다가이미칼리스타도뛰고있어요저멀리있는데그래도먼저열어서먼저때려서잡으면그만이었는데이게연계가막엄청확실하게된것도아니고싸움이길어졌고친구들이오고그렇죠오늘도왔습니다구마유씨가와서킬까지먹었죠아지를잡아주면서그런데여기서방금칼리노플에다가칼리노궁이다이런카운팅을되게잘했고요네카리스타울토네시これはうまく捕まえたね밑도와アジールナッシャートゥースはコンプリートしたがすごい連大変そう木の実強化された木の実は美味しそうだねもうお互いにジャングラーがグラブ取り合うのかフェイ E からのアルティメットはほぼ確定 E 当てたら確定だなブリンクなければサポートだからやっぱあんま軽くはないね。フェイ。위에서는좀규정하다가결국에안되겠다해서빠지는것같고실제로뭐세개먹어놨었기때문에3대3나눠먹는게큰부담은아닙니다비어엑스네자뒤로끌어내고바르스우르토칼리쪽으로아예버스하면죽이면네짜이지지고가좋아요칼리를잡아주는조언이에요잘큰칼리계속잡으면서그과정에서바르스가크니까헤나212에딱용싸움만한번잘하면될것같거든요그렇죠그리고결국마오카이서포터가초반라인전만넘기고나면오프와카사한테가파워카텐도가옆에는強いな네마오카이는막큰싸움벌어지면특히옹기적중심으로해서충분히뭔가역할할수있습니다어려워도다시보겠습니다눈치보다가묶어놓고스킬적중률이헤나가진짜훌륭하고뒤로덤불주먹인가요밀고결국교환까지만들었습니다마사지대로잘큰칼리를끊어주고헤나가키를먹고있습니다그래서용때가중요한데용전에가능하다면최대한해야될거뭐전령같은것도한번시도해보려는것같고요비어엑스는자르바는아래쪽에있습니다그러면아래쪽에서뭐힘을좀더주나요뭐타워를공략할수있는것이고요칼리가저건어차피뭐줄것으로보입니다현재까지는그렇죠어차피따라갈게아니니까반대쪽에서가져갈걸가져가오자크가이게타워일단고아시테카라파시바나이도고이트오켄데테르일단뚜루뚜빠라빠빠라빠야야일라찔라
セレテッドダークだけ行ってからの脅威ね。あ、脅威じゃない、王権ね。ルシアンみたいに序盤強いセレテッドダークだけ勝って連戦強めて、そこからメインアイテムで、これダーク売るよな多分。おお、タワシャで持ってきた。アジールフラッシュアウト。おっと、キュリア捕まるか。ブラスティンコン、위쪽으로힘을올리면서동시에그냥아래쪽은자클을세워둔상태에서적당히버텨라이거였던것같은데적당히가아니라죽으면서아예고속도로가뚫렸거든요심지어위에있던아지르도전멸도빠지고맞습니다2차까지날아갔던가요다시보겠습니다그러니까이게자클가웬만하면잘안죽는챔프인건맞는데스킬이빠졌을때를너무잘자클가스킬을나갔다터키내놨다나거나이가나갔다네그냥이렇게때려버리니까방법이없었습니다セカンドタワーまで取ったぞ T1。 ゴールドは4000ゴールドさ。本当に15分でボトムのセカンドタワー折れたね。 T1 のなこのサポートがキャリーチャンピオン使った時のレーンの強さえぐいよな。いやー、ミッドさもえぐいって1対1で。그리고자크를본대에갖다쓰고싶어도그상태가그렇다고공짜로이득보는건막아야되니까일단자크도탑에가페이카도디아모우선ですか相手にノクターンもいるし피어엑스가계속느끼는부담감이나턴이밀립니다예이번에도못챙기면3-0주는겁니다압박느껴요싸울거면자크가와있는게낫거든요자크도결국에점프위치를잡아두고싸우는게좋은거라서우르토부치콘다죠와우 J4 플러스페이노아르테메트콤보이미그냥전선이완전밀려서그리고따라오죠마오카이클러저도위험여기아래쪽뭐있나요도망갈데가없어오마이갓なんでこんな強い。그렇다고자크를갖다쓰자니뭐자크가온다고해도먼저드래곤칠수있는상황도아니고그러니까요이도저도못하는상황이었습니다뭘해도불리한상황아그런데결국저용이한번곧넘어가는거아용주도뭐킬몇개더준거네요결국다줬단얘기죠다준거죠그러니까여기서웬만하면시야확보를좀해보려고우르토부치콘데우르토데아와세테방역스킬을좀많이뒤집었었어요그렇죠대격변위치가기가막혔고뭐한타끝이죠이미예근데페이카의오리아나의알테메트 J4 의やつと合わせて行ったわけじゃないんだけどね J4 오리아나의콤보가決まったわけじゃないのにこれか오노가먹었습니다만그렇게도망자를또허용하지도않습니다 T1 그래서싸워야되는조합또싸워야돼요이래도드래곤은3대0에다가그러니까뭐이게밸류조합은아니거든요 POX 가어차피아그렇죠그러면보통잘싸워야되는게아닙니다출발선상출발선상이지같지않습니다그나마직전에오리아나가전멸3도라대4도라리치노 T1 POX 의계획이될것같은데4000골드사近くある아군이소복감이있을때이제경원을붙이기때문에그냥각이나오진않을것같아요가능하다면말씀하신전멸없는오리아나쪽에녹턴까지해가지고억지로라도잡고싶을텐데경호원한두명만있어도그걸빼내서잡는것도어려운거라서이미또팔목구호대도자크가음악슈단센できたらベタ足相手捕まえて FOX もチャンスはありますが育った加算って相手しなきゃいけないからザック動けないね先にウェーブ押し込まれて動かれるから何もできないねQX 자크도뭔가라인전단계에서나쁘지않았던것같은데결과적으로성장이마음에안들게돼버려가지고그상태를억제하기도어렵고요이제미주도한번노려봅니다그러니까녹턴이슬슬그러니까벌써부터일자리를잃고있는거죠녹턴은결국들이박아야되는데 이런싸움은 어디들이박을때가별로없어요녹턴은비비나요 J4 가아지르는하이틱다또ビルドやば J4 J4 ポジションエグすぎ
やばいな、無双してんな。お、ヘラルド乗ったってこいつ、逃げやがった。いや、攻めるのか本当に。行ったら死ぬからね、出てきたところ。今度はゼウスがザックを捕まえる。ウルト使わせた。ザックウルトねえと何もできねえぞ。そしてバロンにつなげてる。カリスタが槍をぶつけてるから盗むのはほぼ不可能。狭いところでボールを張ってこれないようにしてる。テレポート間に合わず。フォックス、LCK の実況がもう叫んでる。キャットマン。今日の俺やん、カルマにボコられた時の俺。원래정글이미드를그냥죽이는게흔히나오는상황은아니지만아주쉽게얘기해서그냥너무성장차이가많이나서그래요그러니까클로저가완전망해서그렇습니다그러면어떻게너무망해서어떠자크우시로니이르페이카의개츠를狙ってる친구를부르든녹턴을부르든해서시카이가取れてるから結構페이카押せるよ味方がちょっと遠い。でもこれ視界に映ったらフェイカー逃げるからな。なあ、これ繋がらないと思うよ。おっ、その間にミッド叩いている。ケリア、これでもターンショット食らいすぎた。ケリアもうカリスタいるからね、敵になるから。オーフェイカー行ったんぞ。ニア、ノクターン育ってはいるんだけどね。ザクが来た。マオカイのウルトも完璧。これは刺さるんじゃねえか。あー、刺さったんだけど、ケリアいないんだけど。何これ、人数不利で T1 が全然押し返してる。フェイいなくても関係がないのか。フェイのアイテムシュレリアなんだね。フェイが描いたタイミング完璧だったね。インゲージは、インゲージは素晴らしいんだけど、結局フロントライン硬すぎて後ろにアクセスができねえ。カリスタ捕まえたか。フェイカーが強い、カサンテも強い。ダメージがあんまないよな、フォックス。バラスのポークあって、DPS はアジールが腐ってるから。裏から重ねて、ベタ足のバラス、一旦フラッシュして、捕まえたぞ。フェイカー来る。フェイカー、フラッシュウルトの距離に入りたかったけど、苗木で邪魔されます。行くのこれ。じゃあミッドを一旦捨てて、トップのタワーでも取るという判断しますね。これ守れませんから。トップ行って相手が離れたところをまた狙う。フォックス、これは刺さりそう。フェイカー一旦フラッシュ、グマヨシは犠牲になる。え犠牲になるとは。なんか強いんだけど彼。オリアナ売ると容赦ねえ。何やこれ、フィジカルの差がありすぎる。マクロもそうだけど。GG。 なんかフェイカー嬉しそう、すごく。
ほっとしてる。いつもよりも表情が明るいな。本当だ、観客いないね。困りまくってたもんな、みんな疲れてるよな。